皆さんこんばんは。ガールチャンネルです。さあ、もうね、今週は早速、ドイツ、ニュルブルクリンク北コース、こちらにやってまいりました。えー、このね、スペックレーサーフォード、SCCA スペックレーサーフォードですね、えー、ニュルブルクリンク北の開催となったウィーク2となっております。予選がですね、えー、とりあえずあの、まあ、1周ね、あの予選さ、えー、と1回軽く、えー、流そうかなと思ったらね、えっ、ー、と、全 全世界で5番手ぐらいですかねで、えー、うまいことポールポジション取りましたさあスタートあよし後ろのエイドリアンさんが今0.3表示ですけどエイドリアンさんそこまで、えー、スタート良くなかったですね、えー、0.5離れてますよしよしこのねタイヤ冷えたうちにギャップを築いていかないとやっぱりねスリップでこうどんどん 食らいついてこられますのでもうこのねオープニングのね1周目1コーナーに命かけるじゃないですけどこのねここのェンバッハあでここからホーエアフト、ね、ここら辺大事なんですよねさあ後ろエイドリアンさん1秒差よしチャンスチャンスチャンス さあフルークプラッツを抜けた右ここね全開で行きたいもう2周目以降はね全開でいけるんですけど今ねちょっとアクセル戻しましたけどこれうまいことすれば全開でいけるんじゃないですかね後ろエイドリアンさん1秒ですねうん0.8あやっぱりまだやっぱり1秒だと スリップ引きちぎれないですねなんとか <laughs> ああだいぶ詰められた0.0.8秒あこのねスリップ引きちぎるか引きちぎれないかで相当違いますからねもうとにかく1周目プッシュですね うん、さあ、アデナー・フォーストの立ち上がり、あそこはね、加速大事なんですけど、なんか結構、近寄られてる、詰められてる気がしますね、もう2番手のエンリコさんは5秒近く離れてますので、もうこれは射程圏外ですね、エイドリアンさんとのマッチレース。 うんさあドライファーアレヒですここねスキップ G1 勝早かったんですよねあちょいちょい無理無理してますねうんいやいやオーバースピードでしたおおなんかエイドリアンさんすんごい突っ込んできた突っ込んできてうん今なんか結構ミスしましたね えこれね、あのレース中はあのバーチャルミラーで見えてるんですけど、えー、このね配信だとミラーがこの f o v の範囲外になってしまったので、ねあの視聴者の皆さん何が起こってるのかよく分かんないとは思うんです思うんですが、そこはですね、ガイル選手のトーク力でカバーしたいと思います。さあ後ろエイドリアンさん2秒離れた。これは楽になった。これ楽になった。よし、あとはマイペースで、えー、ね周回を重ねていけば、もうね優勝は 手の中に入ってきつつありますいやこのでですね今回は、えー、セットアップが VRS のニュールブルクリンク北のセットが出ましたのでそちらに乗り換えてみました、ね、ラグナセカとあんまり変わんないんじゃないのって思ってたんですけど、えー、とフロントのサスペンションですね、えー、のセットアップはあんまり変わってなくてただリアの セッットアップが、えー、っとラグナセカに比べてキャンバーを少しつ、ね、けてこうタイヤを斜めに寝かせる方向といいますかなので、えー、ラグナセカはキャンバーがあのやや立ち気味だったのでやはりこうリアを動かすようなセットアップそれに対して高速コーナーー高速コースのニュールブルクリンクではリアのキャンバーもつけてリアが粘るように、ね、安定志向のセットアップ。 になってるのかなという、えー、印象ですね。で、えー、ラグナセカのセットアップからニュルのセットアップに乗り換えてみて、えー、何週かなまあ、えー、っと3週ほど走ってみたんですけどうーん、そうですね、まあいいですよねあの、合ってますね、そんなに大きな違いはないんですけどうん、えー、といいなと思うのがあのハンドル切ったら曲がるんですよ。 で、あの、<laughs> 当たり前やんって、こうね、あの、皆様思うかもしれないですけど、えー、っとですね、これ説明するのがですね、えー、っと、例えば、うん、そうですね、ちょっと、うん、いいシチュエーションがこういうとこですね。例えば立ち上がり苦しいなと思ってハンドルを切り出すと、もう少しこのあたりもそうですね、曲がってくれるんですよね。で、ラグナセカセットはそんなにハンドル切っても。 アンダーが強くてこう反応が薄いようなそういうイメージだったんですけどこのニュールブルクリンク北セットだとわずかにです、ね、フロントの応答の、まあえー、がいいと言いますか、まあ、フロントグリップあのコーナーの立ち上がりでの,あのフロントグリップを、えーこうね、あの操作しやすいっていうところがいいなと思いますね。 あとはこうリアがやはりこう、まあ、落ち着きが出ましたので、うんあのーえー、と序盤のフルークプラッツジャンプしたあとにこう右に曲がるとこなんかもあそこもラグナセカセットだとこうアクセル全開だと曲がれなかったんですけどこのニュールブルクリンクセットだと全開でも1周目からいけるんじゃないかなというような、ね、そういったこう、うんまあ、アンダーステアが消える。 この高速コーナーにおいてアンダーステアが消えるようなセットなのかなというふうにね思いますねなかなか優秀だなと思いますね、まあ、あのフルークプラッツといってピンとくる皆様も少ないかなとは思いますので次ね次の集会でここですここっていうのここはフルークプラッツですっていうのはね来たらお伝えしようと思いますうん よし、さあ、後ろ、エイドリアンさん、4秒離しましたね。これはかなり安全圏内になってきました。よし。でね、今、これ画面には現れてないんですけど、後ろのエイドリアンさんがですね、あのーえー、プライベートメッセージのチャットでですね、あのー、なんかす、すごい早いねとか、いや、あのー、なんか予選、どうやってあんなタイム出したのとかですね、チャットをこのレース中に送ってきてるんですよ。これ、いや、そのね、レース中にチャットを送れる、その、 その方がねあの、びっくりだと思うんですけど、これ、どうやって送,んで送ってんでしょうね。で、今のストレートのところでも、えー、R ボタンを押して、TX、サンクスの略なんですけど、えー、その2文字を返すぐらいはできたんですけど、ちょっとですね、もうそれ以上は無理ですね。これはどうやって打ってるのか聞きたい。 さあレースは2周目、うん、このオープンデフのスペックレアサーフォードでもやっぱ高速コーナーが多いので内輪の空転が抑えられるっていうのはこう気持ちよくドライブできていいですね。 この収録をしているのが火曜日なんですけど後ろのドレナさん、うん、このリレーティブ表示が結構ばらつきが多くてなんか急に詰められてびっくりみたいなちょっと、ね、そういう風に思いがちなんですけど5秒差あるからまだ大丈夫ですね。えー、とーね予選ニューブルクリンク北コースや複合コースの予選はあのレースとは別立てで、えー、予選専用のセッションがあるんですけど、まあ、その予選でですね 1>, えーまあ、あの1回目走ってすぐこの決勝に来たんですけどその1回目の予選でですねそんなにあのベストをいきなり出せるわけじゃないので、まあ、こんな感じでまとまったかなというタイムで51秒台です、ね、を出して、えーまあ後から確認したら世界,、えー、世界で5番手だったんですけどね、まあ、まだ火曜日ですからね。 ただ、その同じ予選のセッションで2番手だったんですよね、でトップの方が50秒台だったかな、そう50秒台に入っていて、うわーこれね、ねこのトップを取った人も、次の決勝、30分後の決勝に来るんだろうなと、そうすると、まあ、ガイル選手、まあ、少なくとも2番手、でまあ、ね、世界で5番目ってことは、まあねあの予選というか、決勝スタート3番手ぐらいを覚悟しておいた方がいいかなと。 思ったんですけどその早い人が決勝には来なかったんですよねですので、えー、ガイル選手ポールポジションからのスタートが、えー、できてラッキーというところなんですけど、ね、後ろのエイドリアンさんももう6秒離れましたねこれはこれは順調ですね最先いいですね、うん、で参加人数が、えー、と13台ぐらいでしたっけね えー、この全体でのレジストが、まあ、25台とか26台とか、まあ、それぐらいですのでいつもに比べたらちょっと増えてるかなとは思うんですけど、まあ、それでも,それでも、ね、そんなに大にぎわいっていうほどではなくて、まあ、あのいつもの過疎、えー、化が進んでいるスペックレーサーフォードかなといったところですね。 ただね、このニュールブルクリンクは非常に車との相性が良くてドライブしていると面白いコースなんですけどね、うん、ただ、特にあのタイトコーナーで、えーね、さっきあの今、過ぎてきた、えー、ベアザイフェンという1足まで2足です、ね、落とすコーナーがありますけどああいうところでですね、やはりこのブレーキをかけたときにリアが、えー、ナーバスになるとこのリアが、ね、滑ってスピンしやすくなる。 そういった動きがありますのでその、あのーねえー、リアの動きを抑える腕がないと腕というか技を知ってないとなかなか難しい車でねという印象になりがちなのでそういった意味で、えーこのね、参加してくる人数が少ないというのはあのーねまあ、それが原因なのかもしれないですね逆にフロントエンジンで、あのーねまあ、重量配分が50対50の MX5、えー、カップカー なんかはもう少し優しい動きになってますけどこのねスペックレーサーホール明らかに後ろが重たいですからね、うん、これもうちょっとねドライバーがあの前の方に着座するような位置だと操作感も変わってくると思うんですけど、うん、なんかねエンジンもドライバーも後ろですごいノーズが長いんですよね。 ですので、実写で言うとスーパーセブンだとかまあ,あそこまで長くはないんですけどそういったねこうなんかフロントの長い独特な挙動がねありますね、まあ、なのでこうリアタイヤを感性に従って滑らせ始めると全然このスライドが収まらなくて辛いっていう風になったりしますので基本的にはあんまり滑らせるべきではない車ですね。 さあ引き続きエイドリアンさんとは6秒差もうねこれはこれはもうルンルンドライブですねさあ縁石を越えておうん見えない見えないああ見えたおこれは <laughs> おーえー、っとですね今何が起こったかと言いますと えー、VR ヘッドセットがですね、えー、2秒間ぐらい真っ暗になりました。で真っ暗になって、うおー、レース終わった、停電かと思ったんですけど、また2秒経ったら、えーね、VR ついたんですけど、いやー、もうね、気がついた時にはガードレールですよ。これは全然楽勝ではない。これ、うんとね、ハンドルちょい曲がってますね。で あーこれ今、ぶつかったのは左なんであので、ね、左に曲がる右側にあの荷重がかかるコーナーは大丈夫なんですけどちょっと、ね、右コーナー、ですね左タイヤに荷重がかかるコーナーはちょっと、ね、怪しいですね、これうん。なんかね、いまいち。 うん、左コーナーはいいんですけどさあこの次の右コーナーですねいやー、エイドリアンさん迫ってきてますからね後ろさあ、あとはこのアライメントが狂っているだけではなくてフロントカウルがですね結構曲がってるのでこれねトップスピードに影響が出そうですよね で特にこの2 0 0キロ以上出るようなこの長い長いメインストレートここでねトップスピードを伸びないというのは結構ね致命的ですね後ろのエイドリアンさんさあスリップに入ってないにもかかわらずどんどん差を詰められてますねこれは辛いこれは辛いいやーなんと、ね、メカニカルトラブル出てしまうとはうーん これ,はこれは厳しいなこの、ね、ストレートが伸びないだけだとコーナーで頑張って引き離すってのはできるかもしれないですここね右コーナーがやっぱねグリップが、うん、怪しいのと、うん、これは厳しいファイナルアップ、うん、落ち着いて落ち着いて うん、プッシュしなきゃいけないのはいけないんですけどやっぱ限界以上で走らせるとただでさえアライメントは狂っていて挙動がおかしいのに余計ね遅くなっちゃいますよねさあせめてコーナーで頑張りたいうん いやー、エイドリアンさん1.2秒差2.1、2.2ちょい離れてますけどここからね、またトップスピードに乗る区間ですねここはフルクプラッツ、ジャンプ台ですね昔はもっとジャンプの角度が急だったらしいんですけど、まあ、近年、あのー、だいぶマイルドになったっていう話ですねさあ、エイドリアンさん2.2秒ですがここでまたどうですかね、やっぱり200キロ越してくると、うん、この空力の悪さが うん、2.3秒だったのが2.2いやー苦しい苦しいさあ苦手な右コーナーうん さあ6速から5速に落としてスピードを殺さないようにで4速でここの減速が大事でできるだけインについてアウトインアウトここでね、あのー、脱出の車速を乗せるのが大事ですね さあここも前回ではいけないので3速に落としてメッツ・ゲスフェルドそしてここも3速ですねカレンハードさあそしてシュピーゲルカーブを抜けてドライファッハレヒテス。 うん、さあ、ベェア・ゼフェン、ここ3周目かなり滑りやすいので、うーん、いかんいかん、これは苦しいですねあ、もうエイドリアンさんがスリップ圏内に入ってこようとしてますね、あここのね右ーコーナー得意なんですけど、今はね右コーナー、車が。 うん、車がねこう、やっぱグリップを最大限発揮してくれないのはつらいですね。あとはいえ1.7秒差までつけたんですけどさあ、どうだここもね、やっぱストレートエンドあたりになってくると苦しいですね。 どうだ普通1.7秒差あれば、まあ、スリップはなんとか圏外かなっていうところなんですけどあ今どんどん近づいてきてますね1.4秒1.3秒うんこれは捕まったかいや捕まりましたねもうこのエンジンの吹き上がりの音が良くないですもんね さああとはコーナーで頑張るしかないお耐えて耐えていやーもう真後ろについてきましたねというかエイドリアンさんカルセル早いですねこれはちょっと研究しないといけない

うん、ちょっとね、今、総理ボタンを押しましたね。あれは、後ろについてるとね、怖かったと思いますね。さあ、これで優勝の目はなくなったんですけど、次はですね、後ろのエンリコさんですよ。いや、もうねあの、大差をつけて、えー、安定かななんて思ってたんですけど、このエンリコさんが脅威。 いやーね2番手はしゃあないっていうのはあるんですけど3番手まで落ちたくないですね、これ、うんえー。ハンドリングはさっきと変わりないですね、ただこのねトップスピードかなり落ちそうなんですよね、この左フェンダーの盛り上がり具合。 さあここは無理しないのは大事ですねうんさあドッティンガーホエうん さあどうだ、えー、前のエイドリアンさん3秒差これはもうスリップも効かないでしょ追いつけないですね後ろ,の後ろのエンリコさん2.7秒これはセーフティーリードになるのか普通ならねもう余裕なんですけどで、でそうですねあのこのエアロ・カウルが通常状態だったら1.5秒あればセーフティーかなってところなんですけど今、後ろどんどん詰めてきてますよね。これは <laughs> これはどうなるんだ逃げ切れるか ?2.0 から1.9そして1.8と来てますね1.7秒差1.61.5でも逃げ切ったか ?1.4 うん 握ったいやーいや良かったっていうかああね良かったというのか <laughs> 残念というのかまああのー、ね残念なんですけどまあ展開がね あの危機一髪だったので助かってよかったかなっていうね気持ちの方が大きいような気がしますねいやーこれ辛いレースでしたねこの VR がね、えー、真っ暗になってしまってねなかなかいやーうまくいかないもんですねなのでニュールに来ていきなり、ね、ポールとウィンをかますっていうのは、えー、できなかったですねまあでも 2番手フィニッシュできたので次につながるレースができたということでよしとしましょう,、ね、うんしかしこのエイドリアンさんがね後ろの、ね、エイドリアンさんまた、あのー、2周目ぶつかった後に、えー、またストレートでですね、えー、テキストチャットを送ってきて、あのー、あれなんかぶつかったのってぶつかったように見えるけどっていうふうに、ね、2回ぐらいチャットを送ってきてちょっとどういうどういうこの,あのキーボードしてんなっていうのはね これ片手で運転してで片手でキーボード打ってるのかっていうようなねそういったチャットがと飛んでくるのがねもうびっくりでした、うん、いやーしかしね、ねこ,こんな形でこの、えー、スペック・レサフォードニュール終わるわけにはいかんのですよこれはね悔しいんでちょっとリベンジですねもう明日もこのニュールブルクリンクからお届けしたいと思います。 いやー、うん、ちょっとね、ゴール直後は嬉しいんですけど、だんだん悔しさが込み上げてきましたね。<laughs> はい、というわけで、よろしければ、チャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。